ディエゲことディエゴ・ヨハネソン・パンドはスペイン・アストリアス州ビリア・ビシオサ出身のプロサッカー選手。セグンダ・ディビジオンのレアル・オビエドに所属しているアイスランド代表。ポジションは DF。メディアによってはディーギ・ヨハネソンと表記されることもある。1993年にアイスランド人の父とスペイン人の母との間にビリア・ビシオサで生まれる。 スポルティングで基本などのカンテラを経て2011年に、レアルオビエドのカンテラに入団。2012年にテルセーラディビシオン所属の B チームに昇格。翌2013年にトップチームに昇格し、2014年9月3日のコパデルレイの SD やモレービエータ戦でトップチーム初出場。以降、主にセグンダディビシオンでのシーズンを送りながらも、 チームハイ抜きの選手として活躍し、2017年7月には2019年までの契約延長に合意した。2014年に父のアイスランド国籍を行使してアイスランド代表入りを目指すことを決意。2016年1月に代表初招集され、31日のアメリカ戦で代表デビュー。その後アイスランド代表は2017年に 悲願のワールドカップ初出場を決め、さらに、抽選会では、アルゼンチン代表と同じ D 組に入ることが決まり、ヨハネソンは、リオネル・メッシに対し、彼に、チーム全員分のユニフォームを交換してもらえるように、お願いするよと大興奮したものの、本大会の代表選考からは落選。ヨハネソン自身は2017年以降代表、未招集となっている。ありがとうございます。